最近異論が強いということで、今回はイロヒトカゲガチ勢になろうと思います。とその前にカビゴンの大きなぬいぐるみを作っちゃいましょう。普通のぬいぐるみは作れないんですけど、このカビゴンのぬいぐるみに限ってはなぜか作れるんですよね。しかも乗れるという。見てみて、これが最近流行りのライド式カビゴン人形だよ。ぜひ一家に一個いかがかな？緑と白の羊毛でできるのでおすすめですよ。さあいよいよ色違いを探す旅に出ようじゃないか。と言ってもこの島で色違いが出るまでひたすらリザードをゲットするだけなんだけど、今回の連鎖ポケモン対象はリザードにしたんですね。人影じゃないんですか？いや、2体同時にリザードが出てきてくれたから、もしかしたら人影とリザードの出現率ってあんまり変わらないんじゃないっていうね。そして今回用意したボールはリピートボール、タイマーボールじゃないんですね。タイマーボールは性能はピカイチだけど、時間的に結構かかっちゃうからね。すでに人影系統はゲットしているので、今回そのボールが役立つということですね。今回はこのリピートボールがなくなるまでひたすらリザードをゲットしようと思います。やっぱ人影の方がちょっと出やすいかなと思ったので人影に変更します。結局人影ですか？一応確認するけど、連鎖は色違いポケモンの出現率を上げるってことでいいんだよね？そうですね。何体ゲットしたらどのぐらいの確率になるかはわからないですけど、このリピートボールが尽きるまでに黄色の人影が出てきてくれることを祈る。まず2連鎖達成。これで色違い出現率の上がり方は微々たるものでしょう。それが積み重なっていつか光る人影が出てきますよ。人影ゲットしながら建築とかしようと思ったけど、色違い人影が欲しすぎて建築できる余裕がありません。代わりにボングリを回収しておきます。効率的ですね。でしょ。超山岳の島の上にある槍の柱にも人影は出てきます。もしかしたらここに色違いが出てくるっていう可能性もありますからね。ここもマークしておきたいところですね。3連鎖、降りたらリザードンがいました。私は黒いフォルムのあなたが欲しいのです。いや早速色違いが出てきてくれたよ。でもムクバーチョ、この進化系の色違いを現在絶賛主さんが乗っています。まさかもう連鎖の効果が出ているのか。っていうかこれ思ったんだけどさ、連鎖の対象のポケモンの色率が上がるんじゃなくて、ポケモン全員の色率が上がるのか。その可能性はありますね。まあ今回いろんなポケモンの色違いが出やすくなったら、これから連鎖は人影じゃなくてもいいということになりますし、今回はそちらの検証も兼ねてみましょう。超山岳の島では格闘ポケモンの日常を垣間見ることができます。まずこちらの沢村、日々の戦闘のためにメガトンキックの素振りをしています。仮想敵はエビワラーでしょうか。彼の攻撃力はこういう日々の鍛錬から成り立っているのでしょう。向かい合って筋肉を見せ合うウォーリキー、今日の筋肉の仕上がりは俺のが上だと日々競い合っているようです。お互い切磋琢磨しながら筋肉のクオリティを上げていくわけですね。合体して怪力になりそう。え？いやまだ10連鎖いったぐらいだけど、また色違い出てるぞ。ただし人影系統の色違いじゃないようですね。今回の色違いは、ワシボンのようです。なんか鳥ポケモンは色違い出やすいとかあるのかな？たまたまだと思います。さっきのムクバードの時から結構早めのタイミングで出てきたし、これ明らかに色率アップしてるわ。でもここで私は思ったことがある。これはざわざ人影連鎖しなくてもよかったわ。どうやら連鎖は全てのポケモンに影響していそうですね。これでわかった。わざわざ対象のポケモンを連鎖しなくていいということがね。あこっから見るとリザードンが影で黒くなるから色違いに見えるな。さすがに無茶があると思います。色違いのポケモンをゲットできないのはちょっと残念だけど、私はとにかく黒いリザードンが欲しいんだ。色違いリザードンに対する情熱がすごい。いやすごいわ。連鎖すごいわ。今度は嘆きの色違いが出てきた。さっきのワシボンの直後ですもんね。年末年始の色運と連鎖の色率アップにより、現在大変なことになっています。しかし色違いのポケモンは決まって人影系統以外なんですよね。これ連鎖しているポケモンに限って色違い出てこない説。おっと主さん早くも疑心暗鬼になってしまいました。しかしもう人影で連鎖は始めてしまったんだ。ここで引くわけにはいかない。現在18連鎖中、どんどん更新されていきます。ボンブリの回収は欠かさずにね。リピートボールの数も、すでに半分を切っています。後半戦ということですね。前半戦を終えてまず私が言いたいことは、人影連鎖はやめておいた方がいい。まずそもそも出にくいし、それでいてちょっとゲットしにくい。もう他のポケモンで連鎖してもいいということは分かったので、
次はムックルあたりの連鎖をやろうと思います。それでも今回は人影にこだわるんですね。この熱意が人影系統たちに伝わったら色違いが満を持して出てくるんじゃないかと思ってます。その熱意丸出しにしたら楽に惹かれて出てこなくなりそうですけど、やめて、本当にそんな気がしてきて出てこない気がしてくるから。ここでちょっと私の色違い調査方法をお見せします。遠くに行くと出てくるポケモンがリセットされるというシステムを利用して、飛べるポケモンで遠くに行っては戻ってくるという往復をして、その都度人影や色違いがいないかの確認をしまって、また色違い出てるんだけど、もうこれで今回4体目ですよ。今回の色違いはバネブーのようです。今回はたくさんの種類の色違いが見れる回のようですね。なんか趣旨がずれてる気がするんだけど、このままバネブーをゲットしちゃうと色連鎖が止まってしまうので、残念だけどこれまたゲットできませぬ。見納めくださいバネブー。人影連鎖も26に伸ばしております。出にくいとはいうものの、結構な数になってきましたね。リザードやリザードンを加えると倍ぐらいにはなってると思うんだけど、同じ人影系統なのに連鎖が続かないからゲットできないもどかしさ。でも人影がやっぱり一番出やすい感じだから、さっきリザードから人影に移しておいて正解だったと思う。あのちょっと離れてもらえませんか。これメレシーか人影、どっちからバトルになるんですかね。メレシーからバトルになったらどうしようと思ってバトルを挑めない。岩をまとった人影に見えますね。とことん水に弱そうだけどな。全然離れてくれないんだけど。あーもしやもう合体しちゃってる。それならもう諦めるしかないわ。奥の方で光るポケモンを確認。早急に確認に向かう。余ってこのポケモンって、またあんたかいな。本日2度目の登場はシボンの色違い。この色違いを人影に移すことってできますか。そんな高等技術この世界にはないです。しかしもうリピートボールも残り少しになってきました。このアシボンで今回は終わりということも。ふーむ。この投げたボールがアシボンに当たったら今日は終わり。さあどうだ。当たらなかったようですね。ということで調査再開。すごい怒涛の色違いラッシュが来てますね。え待って、また色違い来てない。今ナットレイの色違かったよね。今消えた。見えづらいですけど、確実にこれは色違いのナットレイでしたね。こうやって離れると現れた瞬間に消えるっていうことがあるんだよな。これはちょっと怖いところですよね。これが人影とかだったら私は怒りのパワーで空島を吹き飛ばしていたでしょう。怒りのパワーが天変地異ですね。終盤です。今回の色違い人影連鎖も終わりを迎えそうですけど、あくまで主さんは色人影にこだわりますか。次出た色違いをゲットして終わります。あれ確かに色人影は欲しい。でもそれは今回じゃなくてもいいかなと思ってね。急に悟った主さん。収穫したものはかなり大きいものだと思うよ私は。この空島生活で私は連鎖の強大さを知りました。ということで次の色違いで今回の戦いは終わりだ。あそうか、もしかしたらゲットしたことがないポケモンの色違いが出てくるかもしれないから、リピートボールだけだとゲットできない可能性があるのか。そんな時はタイマーボールなんですね。ここでタイマーボール京都主さんが召喚されました。この戦いのピリオドはタイマーボールが打ってくれることでしょう。さあ最後の色違いは誰になるのでしょうか。ここで奇跡の色人影っていう演出もありだぜ。来ないフラグが立ちました。最初にリピートボールを60個ぐらい用意してたから、今連鎖が33。単純計算すれば人影一人に2つボールを使っているってことになるね。これがムックルだったら倍になっていたことでしょう。連鎖も増えてどんどん色違いも増えて、もしかしたら色人影出てたかもしれませんね。うっわすっぽい公開させようとしてくる。あの待ってくれ。今回人影とにかくゲットしました。多くの人影に協力してもらいました。その結果がすでにゲットしている色違いってある。しかも今乗ってるんだぜ。次に出た色違いで終わるぞー。頑張ってくださーい。はぁ、光ってる。やっと地面にいるポケモンだ。うわあの人影見るとこの連鎖を得るのに抵抗あるけど、でも終わろう。今回はこのポケモンに締めてもらいます。青いツボツボ。赤色のところが青色になるという結構あるパターンの色違いですね。ああ終わってしまった。人影連鎖36でストップしたよというメッセージと同時に色違いツボツボゲットに成功しました。お疲れ様でした主さん。空島史上最も長い戦いでしたね。おかげさまでワンボックス分の人影をゲットしました。まるで不可厳選じゃないか。ちなみに夢特製の3パワー人影はいるのかな。バッチリいました。これだけゲットすればさすがに一人はいるでしょうね。
ということでサンパワー人影が欲しいという人は交換しましょう。空島まで来てください。